明治天皇についてもっと知りたい。あ、はいはい。吉野さんですね。中さんね。はい。そうそうそう。この明治天皇はね、今あれですよ。明治天皇の逸話結構あるんで、国史、じゃあ、なんか解説動画出しましょうかね。今だとあれなんで。うん。明治天皇を知るとですね、あ、そうそう、じゃあ、明治天皇について、世界がどう明治天皇を見てるかってことなんですけど、皆さんね、これ我々日本人、ね、誇りを持てますよ。世界では、ね、明治天皇のこと、グレートザ・ムツヒトって言われてるんですよ。僕らが天皇のね、名前を言うのは、ちょっとおこがましいとか、不敬に当たるんであんまり言っちゃいけないんですけど、基本的にはね。そうそう。これね、天皇陛下に限らず、武家のとこからずっと続いてて、諱といって、本人のね、名字を本名を言うのは失礼に当たるんですね。で、この文化はですね、実は中国のその大陸ね、からずっとね、そういうのがあるんですね。だから僕よくこう解説してますけど、このカナラン語とかだしね、これ論語なんですけどね。論語の中でも、死曰くって言って、いろいろこう、名前が出てくるんですね。始皇曰くとか岩塩曰くとかね。ただその始皇とか岩塩とか、そういった旧とかね、出てくるのは全部ニックネームなんですね。だから僕の場合だったら鉄郎っていう名前なんですけど、それ呼んじゃいけないですね。例えば何なんですかね、一応僕なんか武士道先生とかね、子供教室とかでは言われてますけどね、あとなんかそういうニックネームで呼んでいくのが常なんですね。じゃあちょっと話戻しますけども、世界では明治天皇グレートザ・ムツヒトって言われてるんですよ。これなんでかっていうと、要は幕末から続いてきたこの日本というのをね、要は近代国家に数十年で持ってったわけですね。要は幕末慶応3年で幕末終わって明治維新が起こってきました。で、その後約20数年後には日清戦争を行って、明治、27年ですね、日清戦争を行って、そのたった20年で西洋、あ、いいです。これすごいですよ。西洋の進歩率で言うと、日本の明治維新から日清戦争の27年間って、西洋の人たちからすると、150年ぐらいのスパンで見て成長する率を、たった20年ちょっとでやったのが日本なんですよ。これ西洋、海外の見方です。だから日本すげえ、日本ブラボーって言ってるんですよ、その当時って。で、それを取り仕切っていたのが明治天皇ではあったんですね。まあ取り仕切っていたっていうか、明治天皇が、要は、いろいろやっていくわけですね。こういう日本にしていこう、こういう人に、もちろんそこには天皇陛下だけではなくて、その側近ね、優秀な側近たちがいて、そういうふうになってるんですけど、最終的には、天皇陛下の意向というのはやっぱ強いですからね。だから、日清戦争においても、日露戦争においても、まずですよ、一つ誤解して、これね、反日の人たちはですね、こぞってね、天皇陛下がね、明治天皇が、要は、世界平和をするとかね、ことを言って、その世界を平和にしたいと。で、そういった中で、なんかその言葉の一つを取ってね、今のメディアみたいに、取って、要は、じゃあ、世界をこうやるよってことで、それが戦争の元になったっていう人もいるんですよ。これね、大きな間違いですからね。はい。要は、切り取って今のメディアと一緒ですね。自分の都合のいいように、まあ、出していくってことですけどね。だからその証拠として、日清戦争においても、日露戦争においても、明治天皇はなんておっしゃったかですね。もし相手が負けたら、ね、相手をちゃんとね、敬意を持って接しなさいって言ってるわけですよ。どんなことがあっても。それを忠実にやったのが、乃木希典ですね。日露戦争において、老順という戦いでね、このステッセル、僕どっかの動画で多分、紹介してるはずだよね。どっかでやってるはずですよね。水死への会見っていうのがあって、ね、負けた、ね、敵将のステッセルに対して、要は、対等を許して一緒に写真撮ってるんですよ。で、その精神で、要は、負けた側に刀を持たして、一緒に肩並べて、対等に写真を撮る。これ、日露戦争、明治37年です。この時に、これを見た世界の人たちは、驚愕するわけですよ。なんだこれはと。どういうことなんだと。ね。なんで驚愕したか。ね。負けた相手に刀を持たせて横に並んで対等に取るってことが信じられないんですよ。なんでか。まず一つ。ね。いきなり刀抜かれて殺されるかもしれないですよね。まずそういう危険性が一つありますね。そしてですね、その当時、負けた側は勝った側に完全に、こう、抑えられる。ね。で、国家で言えば解体されるんですよ。基本的には。ね。そのぐらい、欧州のやってることって半端じゃないんですよ。で、これはね、中世ヨーロッパの歴史を勉強すると、本当に残虐なことがいっぱいあるんですね。だから、そういった歴史の中で、日本が、
ずっとこの白人同士の戦いもそうなんですけど、要はもう勝った側が負けた側に対しても徹底的にやるんですよ。もうすごいですよこれ。歴史の本読んでいくとここまでやんのかっていうぐらいびっくりするんですよ、ね。まあ、戦国時代のやり方なんて甘い甘いですよ。日本の戦国時代が甘い。もうね、向こうの処刑の仕方は本当にねすごい。でね、そういった時代の中で突然日本というね、有色人種がですよ、こんな比べ背も小さい有色人種がね、ロシアに勝ったと。でいきなり勝ったと思ってね、おれーこの野郎どんな問題ってやるかと思いきや、突然刀を渡して対等にやって、お互い戦ったんだ、お互い祖国のために戦ったんだから、これは讃えましょうって写真撮るわけですよ。これがびっくりするわけですよ。なんだこれはとね。でこれが後に、何武士道という精神はこれなのかって言って、ブラボージャパンになるわけですよ。これでで、この日露戦争の後に、ね、東郷平八郎もそうですし、乃木希典もそうなんだけど、トルコとかポーランド、ね、このロシアに続いてたこの欧米諸国、あ、欧米じゃない、西欧諸国の、この続いてくポーランドとか トルコとかね、ああいうところが、要はロシアのね、全部、一気に制圧を受けてですね、こう抑圧されてたんですよ。で、わーってやれた時に、日本人が勝ったと、ね。で、それをロシアをね、黙らせたということで、そのトルコとかポーランドが、よっしゃブラボージャパンって言って、名前つけたるってことで、名前に乃木とか東郷とかつけてるんですよ、ね。でトルコと、トルコだっけにポーランドか行った時、東郷通りってちゃんとあるんですからね。だからそういうことがあって、要は世界が絶賛したのがこういうね、に日本軍であったんですね。でこの日本軍の最終的に、大事にしてた教えが明治天皇なんですよ。だから明治天皇でね、そういう意味で言うと世界にやっぱり日本、この日本国家っていうのを作っていったって見られて、だからグレートザ・ムツヒトなんですね。僕大事に持ってるのありますよ、ちゃんと。これさえね、学校で教えりゃいいと思うんですよ。教育に関する直後ってこれありますかね、ちゃんとね。これ何かっていうと、見せましょうか。こういうものがちゃんとあるんですね。まあ、我がね、娘にはちゃんと教えなきゃいけないですからね。はい。こういうのがちゃんとありますよ。教育直後で。ね。で、皆さん、今日、まあ、このチャンネル見てる方はもう当然のことだから僕は知ってると思うんですけど、教育直後ね、歪曲してね、言ってる人たちいっぱいいるんですよ、世の中に。あんなね、こう、なんつうの？悪いもんとかね、なんとかなんとか言ってますけど、教育直後の一部分を切り取って、なんか解説しますけど、普通にこれを読んでいけば、もうまともなこと書いてありますから ね親孝行して、兄弟仲良くして、友達とは仲良くやってね、で国のために一生懸命働いていきましょうと。で国になんか一大事があれば一致団結してみんなで乗り越えましょう。それを、その手本を陳自ら示す。陳っていうのはその天皇陛下ですね。明治天皇が自ら、私がそれをやりますよって宣言したのがこの教育長ですかね。はい。これね、本当にいい内容なんでね、そのうちこの教育長校のあれやりたいですね、うん。だからこの、教育直後ね、こうダメだっていう人も、ね、いるんですよ。でもそれはね、完全にもう歪曲して、無理に軍国主義につなげたりとか、いや反日につなげたいっていう意図がまあ見られてるというのはね、一つ覚えておいてください。はい。もし興味があったらね、教育直後皆さん読んでくださいよ。普通のこと書いてありますからね。これさえ学校で教えれば問題ないと思うんですけどね。自分がみんな義なんですよ、世の中。自分が間違ってると思ってる人はまずいないんですよ。で、これは部下に対してもそうで、自分がやってきたことが正しいと思うから部下にも同じこと言う。相手も義なんですよ。義と義が戦うから喧嘩になるんですよ。争いをしないためには、相手も正しいと思ったり、思ってあげなきゃいけないんですよ。お互い正しいんですよ、これは。自分が正しい、自分が正しいってやっちゃうと、結果的にここで喧嘩になるわけですよ。バトルになるんです。だから、いつもやっているように、これを譲る心を持たないといけないよね。情という情を持たなきゃいけないよ。だから僕がいつも言ってるのは、義を持つのは大事なんだけども、道徳もそうですよね。何が正しいかっていう、徳は必ず自分が正しいことをやってる、これは正しい正しい正しいと思っても、それだけやってきて、もし相手が何か言った時に反応しちゃうんだって言うわけです、いろんな人。いや、私は世の中は何やってるの。でもそこをあえて譲ってあげる、そういう心を本当に持つことが大事なんじゃないかな、これからもね。これからの時代は大事だと。戦ったらしょうがない。でも、SNS 見ると、この間もフォロワーさん同士がそれ戦ってましたけど。
戦いますね、ツイッター。戦ってるよね。すごい戦う。ツイッター、本当戦うよね。トランプ大統領も戦ってるけど。